月タケは、原竹ライタ竹科の月タケ属に属する、キノコの一種である。日本を中心として、極東ロシアや中国東北部にも分布し、晩夏から秋にかけて主にブナの枯れ木に群生する。古実体には主要な毒成分として、イルジン S を含有し、そのひだには、発酵成分を有する。シイタケやムキタケ、ヒラタケなどと、誤食され、安く、誤食した場合には、 ゲリアオートといった中毒症状から稀には死亡例も報告されている。旧俗名ランプターミセスは古典ギリシア語のランプテイロスとマイセスとを組み合わせたもの。また現在適用されている俗名アマフファロータスは同じくギリシア語のオムファラスとトゥストを組み合わせたものである。和名としては初めに提案されていた熊平竹の名ではなく江戸時代に 坂本光年によって提唱された名である月夜竹が用いられることとなった。方言名は多く、片吐きの子、片畑、片ヘラ竹、岩手県下では、毒キノコの名もある。また、秋田県では、毒明かりの名で呼ばれているという。さらに、ブナカタハブナタ太郎などの名も知られている。傘は、半円形ないし腎臓型をなし、長径5から30センチメートル程度になり、表面は、 羊には、幾分年性を示し、幼児は、大々褐色、高褐色で時に微細な臨変ンンを散在するが、老成するに従って、紫褐色、または、高褐色となり、鈍い光沢を表す。表皮は、肉から剥離しにくく、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムアンモニア水、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性化合物によって、速やかに、線青緑色に変色する。 ヒダは、死でなし、比較的幅広く、白色クリーム色を呈する。柄は通常は、傘の一端につき、太く短くて、淡い気褐色を呈し、ヒダとの境界には、低いリング状をなした隆起がある。傘は、柄の近くは厚いが周辺部は薄く、肉は、軟質で、ほぼ白色。柄の基部付近においては多くは、四国色のシミを生じ、特徴的な味はない。 小実体を構成する菌糸はしばしばやや公壁で、クランプを有する。シスチジアはなく、胞子は、ほほ休憩かつ薄壁で、無色、平滑、要素液で青く染まらず、計13から17マイクロメートル程度、胞子門は通常は白色あるいはかすかに、肺褐色を帯びるが、幾分紫色を呈する場合もある。晩夏から秋にかけて、主にブナの倒木、 切り株、あるいは立ち枯れ木などの上に群生する。時に、板や楓や土地抜き、あるいは、水目赤市で犬しで子なら水ならなどの枯れ木に発生することもあり、また、ブナの自然分布がない北海道東北部などにおいては、とど松状に生じる。なお、人工栽培が試みられた例では、赤松から松朝鮮五用安倍薪くぬぎモンゴリなら、あるいは、 山藩の木などのおがくず上でも小実体が形成されることが確認されている。菌糸は一般的な新菌用の培地を用いて培養することができ、さらに滅菌したブナ材の小片を培地に加えることで単位時間あたりの菌糸の生育が優位に促進される。なお、生態的には木材中のリグニンを分解する白色普及菌とみなされている。小実体には 他の多くのキノコ類と同様に、多種多様な昆虫が集まる。九州の彦山において、春季に採集された、月夜ケのコ実体からは51種の昆虫が得られた、例がある。また、韓国南部では、ゴミムシダマシ科に属するチビヒソゴゴミムシダマシ及び、クロツヤキノコゴミムシダマシが、月夜ケのコ実体から見出された例が記録されている。また、月夜竹の人工培養菌死体は、 松野財戦中ニコルを誘引し、かつ、これを殺す性質があるが、誘引、殺傷の機構については、まだ明らかにされていない。ただし、松野財戦中の誘引実験に際し、培養した月夜竹の菌止体を生きたままで用いた場合と、熱湯で処理してから用いた場合とを比較すると、前者では平竹に匹敵するほど著しい、誘引活性を示したのに対し、 後者では対象とした菌にも劣る活性しか確認されなかったことから、月夜竹の菌種の生死が有因活性の発現に影響しているのではないかと推定されている。なおイラダン S には、グラム陰性、陽性菌に対する発育阻害や、サツマイモネコブセン中の致死率向上効果が認められている。日本のブナバヤシにはごく普通に産する。北海道南部以南に広く分布し、 鹿児島県のこう山が難言であるとされている。日本国外では、ロシア極東地方及び中国東北部のほか、朝鮮半島にも分布する。ただし、朝鮮半島での派生は、非常に稀であると言われている。なお、中国産のものは、国産とは異なるクレードであるため、別種の可能性が示唆されている。接触後三十分から三時間で発症し、下痢と嘔吐が中心となり、あるいは、 はらいたおも併発する。景色が青白く見えるなどの幻覚症状が起こる場合もあり、重篤な場合は、痙攣脱水、アシドーシスショックなどを来たす。少数ではあるが、死亡例も報告されている。医療機関による処置が必要で、消化器系の症状に対しては、サイト、微洗浄、あるいは吸着剤の投与が行われる。また、嘔吐や下痢による、 水分喪失の改善を目的とした保液も重要視される。重症例では血液吸着 DHP により血中の毒素の吸着除去が行われることもある。月夜竹から得られた毒成分は当初はランプテロールの名で呼ばれたが後の研究により日本未産の有毒キノコであるアマファロータスイラダンズから管理されたイルジンと同一物質であることが明らかにされた。 主要な毒成分は、セスキテルペンに属する、イルジン S 及びその異性体である、イルジン M などとされている。特に、主要な中毒症状の一つであるオートは、イルジン S によるものであるという。イルジン S は黄色、不定形の物質で、摂氏100度15分の加熱では15%程度しか分解されず、また、水にもある程度の溶解性を有するため、調理された月夜ケについて、 小実体そのものを接触せずとも汁を口にするだけで中毒する危険がある。その一方で、塩蔵した後、塩抜きを兼ねて流水にさらすことで、ある程度の毒抜きがなされるとも考えられる。ある程度の使用性をも示すため、誤って炒め物などにした場合、混合して調理された月夜竹以外の食材を食べたことで発症する場合がある。一方、イルジン類は、 月夜竹のもう一つの主要な中毒症状たる下痢の原因となる平なナメスジ作用を持たない。平なナメスジの主観作用はムスカリン類似の未導定物質によるものではないかと推定されている。なお、野生の月夜竹個実体に含有されるイルジン S の含有量は採集した場所や時期によって大きく変動し、場合によってはこれを全く含まないことすらあるという。 さらに、菌視体の人工培養に際して、液体培地を用いた場合には、イルジン S が培地中に分泌されるのに対し、木粉培地を使用した場合には、古実体形成後に培地内に残った菌視体あるいは、廃培地中にイルジン S が検出されなかったことから、古実体に含まれる、イルジン S はまず菌視体内で生成され、古実体形成に際して移送されるのではないかと、 推定されている。従来、食中毒の原因となったキノコの同定方法としては、食物の残りや患者の吐砂物を顕微鏡で観察するのが主流であったが、有毒成分を直接検出する方法も研究されている。月夜竹に関しては、中毒患者が食べ残した料理の中に含まれるビルジン S をガスクロマトグラフ質量分析装置で定量する方法がある。また、 リアルタイム PCR 法による同定も試みられている。毒鶴竹草裏紅竹天狗竹など、毒成分をことにする他の有毒キノコ、あるいは食用キノコが、飼料中に混合していても、個々の有毒成分を迅速に定量可能な方法が、確立されつつある。このほか、個実体には、細胞毒として働くジヒドロイルジン M や、ネオイルジン A 及び B なども含まれている。 古実体には、蒸気の他に、アトロメンチンテレフォール酸、バリエガト酸、バリエガトルビンなどの色素が含まれている。アトロメンチンは、元ヒダ畑タに置かれていたニワタケの小実体から、初めて単理された、青銅色の化合物であり、テレフォール酸は、イボタケほ他多くのキノコの小実体中に普通に、見つかる。バリエガト酸及びバリエガトルビンは、共に、 ヌメリーグ地属の一種リチョンアンドロゼから最初に得られた化合物である。また、レオップと称される一種のレクチンも見出されており、これには抗菌活性が認められたという、腹竹目の菌としては珍しく、ペクチナーゼやボリメチルガラクツロナーゼなどのペクチン分解酵素の活性が高いことでも知られている、月夜竹と間違われやすいムキ竹、全体に地味な色調を持ち、 少しも毒々しく見えないこと、縦によく避けること、不快な匂いや味がないこと、しばしば一箇所で大量に採取されることなどから、日本におけるキノコ中毒には、月夜竹によるものが最も多い。比較的幼い子実体は椎茸に、成熟したものは、ムキタケやヒラタケに類似している。特に、椎茸やムキタケとは一本の枯れ木状に混じり合って、発生することがあり、五色の危険が大きい。 五三種は、古実体のいかなる発育段階においても、ひだに発酵性を欠いている。また、椎茸では、肉がつきおたけのそれに比べて、より強靭であり、乾燥すると、特有の好気を発する点が異なり、むきたけは、傘の表面にほの毛をかぶるとともに、傘の表皮が容易に剥がれる点で区別される。平らは、柄に、リング状の流気がなく、 ヒだと柄との境界がより不明瞭なことで異なっている。さらに、月夜竹以外の3種では、傘の表皮に塩基性化合物の水溶液を適化しても緑色にならないこと、柄の肉に黒子色のシみを生じないことも、識別の上で重要な性質である。ムきタケとの手軽な識別法として、具合薬油のエタノール溶液や硫酸バニリン溶液を用いる方法があり、 月夜竹はこれら2種類の主役に対して何ら定食を示さないが、ムキタケでは、具合やクチンキで青緑色、硫酸バニリンで赤紫色の変色が起こる。ただし、これらの定食が、菌体中の、いかなる成分によるものかは明らかにされていない。これらの相違点に加え、椎茸、平けムキタケにおいては、それらの胞子は月夜竹のそれに比べてずっと小さく、類休憩をなすこともない。 なお、山形県下の一部の地方では、茹でた後に塩蔵保存し、流水にさらしてから食用とする習慣があるが、マウスを用いた実験によれば、熱処理したのみでは、臨重量の減少や、消化管内容物の輸送の促進などが見られるのに、対し、塩蔵してから水中に投じて48時間の、塩抜きを行った、月夜竹のメタノールエキスを与えた、実験区ではこれらの所見がなく、 解剖時の胃の傍慢や出血、あるいは消化管内壁の海洋性ビランなども見られなかったという。小実体の各部のうち、発光性を有するのは、膝のみで、傘や柄は表面においても内部においても光らない。また、膝が硬いものに触れたりして損傷した部分は光らなくなる。発酵のピークは、傘が十分に開いた後の2から3日程度であるという。また、 金体が古くなると、光量は次第に小さくなるが、小動物などにより触害された部分などを除けば、ヒダの光量の低下は一個の個実体中において均等に起こり、部分的に光のムラが生じることはない。ヒダの断面は一様に発光するが、胞子については、発光性を欠くという報告と、湿った場所に落ちると光るという報告とがある。さらに、金子体については、 当初は発光しないとされていたが、測定機器の進歩により、肉眼的には検知することができない、微弱な光を発していることが判明した。培養した菌糸において、多数の胞子を起源とした菌糸は、ただ一個の胞子を発芽させて得た菌糸と比較して1000倍ほど高い光量を示したという。ひだを高温、または低温に保った容器に入れると、次第に光量は小さくなり、 摂取60度の空気中に15分間保つと、常温に戻しても発酵は回復しなかったという報告がある。また、塩酸や水酸化カリウム溶液、あるいは無水エタノール、もしくはエーテルやクロロホルムなどの薬剤をヒダに適化した部分は、光が弱くなり、もしくは全く光らなくなるという観察結果も報告されている。同様に、二酸化炭素、窒素、水素などや、 気化させたエーテルクロロホルムなどを満たした容器中でも光を減じ0.05気圧程度の真空容器内では菌体が死にできないほどに光量が減少したとされている一方で酸素を満たした容器内での発光は空気中におけるそれと差がないように見えたという摂氏60度の熱水中に小実体を投入した場合には瞬時に肥だの発光性は失われ これを常温の空気中に取り出しても光は復活しないと報告されている。従来、イルジン S、ジヒドロイルジン S やデオキシイルジン M などが発光の起因物質であると考えられていたが、それは誤りであり、ヒダの発光はランプテロフラビンに起因するものである。ランプテロフラビンは新鮮な月夜竹のヒダの組織中に0.5%程度の割合で存在し、 その傾向スペクトルは月夜竹の日ガが,が放つ光とほぼ等しい波長である524ナノメートル付近に吸収極大を示す。またその光量は pH5 から8の中性域において最も低くなるとされている。日本の金額会に初めて紹介された時点では、事情やや時代が下がってこの誤りが正され、柄が傘の一端に側生することから、 古典的な定義によるプラロータス属に置かれ、プラロータスノクティラスセンスイノコの学名が提唱された。しかしピーノクティラスセンスの名は、その時点で、すでに別種の発酵キノコに与えられていたために、無効とされた。その後、日本産の新鮮な生標本に基づいてさらに詳しく、検討されるとともに、やはり新種であると、判断されて、プラロータスジャポーニカスの学名が与えられた。 後、柄に不明瞭な唾を備えることを主な理由として、古典的定義によるアーミーレリア族に移されたが、胞子がほぼ球場をなすことや、ヒダの組織の実質が、類性型の構造を有すること、あるいは、史実化層がよく発達することなどを重視し、プラロータスやアーミーレリアからは、独立させられ、親族ランプターミセスが設立されるとともに言える。 ジャポーニカスの組み合わせが提唱された。古実体が含有する成分の共通性によって、ランプターミセス属をアマフファロータス属に包含する意見が出された、属内においては、タイプ種である、王、オリアリアスシングに、最も近縁であると考えられている、アマファロータス属の基準種である、王、オリアリアス。一方で、アマファロータス属の所属種として扱われてきた、 他の金の標本との比較検討が行われた結果、日本産の標本をもとに、すでに新種記載がなされていた、アガリクスゲパナフォアマスバークと同一種であることが明らかになり、国際藻類、金類、植物命名規約上で選手権のある種形容名を活かして、オーゲパナフォアマスネダの組み合わせが提唱された。しかしながら、エルジャポーニカスの学名が、特に日本においては、 中毒を防ぐための実用的検知から広く普及していたことに鑑み、この名を組み替えた王ジャポーニカスを命名規約上での保留名として扱い、オーゲパナフォアマスの名に置き換えることが提案された。この提案は命名法部会勤類委員会によって審議され、正式に認められるに至った。カレベルの位置づけとしては、長らくトライヒャラマターッチに置かれていたが、後に、 古実体が含有する成分の共通性などを根拠に、アマフファロータス属などと共にパクスレイシヒダハタケカに所属させる見解が示された。また、分子系統学的解析の結果に基づき、独立したオムファラタアッチツキヨタケカを設立する意見もあったが、2015年5月の時点では、マリスミアッチホーライタケカに所属させる見解が一般的なものとなっている。 ランプターミセスの第二の種として記載された、エル・ルーメネ・ソンズ・エム・ザングは、チベットから見出され、奉仕が極めて微細なつぼ状突起をこむるとともに、ヒダに、エン、シスチジャーを備える点で月夜ケと区別されたもので、月夜ケと同一種であるとする見解と、別種であるとする見解とがあり、両者の移動についてはまだ決着がついていない。同じく、中国から記載された、 エルメインジェンシスジアン ZLI&XWF は、その元気祭によれば、平滑、休憩の奉子を有し、縁、シスチジアはなく、柄には低い唾状の流気を備えるとともに、柄の肉がアイクロ色を呈する点で、日本産の月を竹に類似しているが、傘、火だ、柄はほぼ白色ないし淡い耐性紫色を示す、ことから別種として記載された金である。 二度目の採取記録は知られておらず、古実体の含有成分の分析も行われていない。また、他の類似種との間での分子系統学的検討もなされていないことから、暫定的に現在も月夜ケとは独立した別種として扱われているが、所属としては月タケ同様にアマッファロータス属に移され、O、メインジェンシスカーチム、アンドオーケーミル、インカーチメア、ポデール、 ヒューバーミラーが当てられている。日本では古くから毒キノコとして広く知られており、根昔物語集では数リという名で登場し、平竹と偽ってこの菌を入れた汁物でもてなす、毒殺未遂事件が取り上げられている。また、同じく28巻の17話として、藤の木に発生した平竹を食したことによる中毒事件が題材とされているほか、同じ巻の 第十九話として、平竹とおぼしき竹を持ち帰ったところ、これは、平竹ではないというものと、いや、平竹だから食べられるというものとがあり、知るものにして食したところ中毒を起こした、と記述されている。後者の二つの例においては、数たりの名こそ登場しないものの、これらも、また月夜竹によるものではないかと推測されている。江戸時代末期に表された俗三種記談では、本種とおぼしき、 キノコを刺して、闇夜だけの名が当てられ、また、闇夜だけというものあり。暗中に二点三 k を下げて歩けば、三尺四方は、明るくして、昼のごとし、多く積むところには、遠望加工に似てけり、税を似て食うに、と写して、多く売るサフ、味も取れり、必ず食うべからずとやと記述されている。同じく、江戸時代の天保六年に、坂本光年が表した、金にも、月夜人、 また一種石曽ね等の口きい切ことを、するものに製ず上地高気クラゲの属死国食屋間、光ありあまりやマリア集団役の自由人くぬぎ、ひとし占い道区山中のクリジュの立ち枯れにせえ、ずるもので見るに椎茸の女、死亡て手絶特定家に、霧子港と巣食するもの者皆払いた、とかた急に川がわち船自腹さしめて進むく返す、五日るこの金の大毒あることちあまり箱に、してめん、 ガルルコトおドク、タリキンズンバールか、カラズとの記述がある。国子色で夜になると光る、金が、現代の分類学上で、何に当たるのかは不明だが、くぬぎの立ち枯れ木に生じた、シータケ類人の竹については、月夜竹を指すものである可能性が考えられる。1997年公表の環境省の第二次、レッドリストで、生育地である胸林の減少を理由に絶滅危惧、通類に、 カテゴライズされたが、2007年公表の第3次レッドリストでランク外とされた。ありがとうございます。